WBC 世界ライトフライ級のタイトルマッチです。ホルヘ・アルセ、今回が8度目の防衛戦になります。今回の舞台はメキシコのクリアカンという舞台でありまして、まあ、チャンピオンの地元です。そして今回の挑戦者はニカラグアからやってまいりましたファン・センテーノ。ランキングは20位なんですが要注意の挑戦者であります。世界各国の戦いをご覧いただいていますが、この会場は小泉さん、あまりおなじみではない会場ですよね、メキシコでもね。まあ、これクリアカンですね、はい、シナロア州ですかね、そこのシュートですね、はい、今アルセが先に紹介を受けています。こちらが今ベルトラインに6カ国出ています。まあ、英語で言う小泉さんロックなんですね。岩という、そうですね、岩石、岩のようにタフな選手、頑張り屋ですね、はい、それがこの挑戦者ファン・センテーノです。まあ、左がついているのがですねロセンダルバレスですね、はい、随分ちょっとふっくらしましたね、やっぱりね。さあ、両者が対戦いたします。 WBC 世界ライトフライ級のタイトルマッチ、チャンピオンの国メキシコクリアカンで行われます。浜田さん、はい、チャンピオンは8度目の防衛戦なんですが、どういうところに注目しますか。アルセの表情を見るとカメラに何か、ずいぶん気合い入って喋ってましたからね。おそらくスタートから勝負いくでしょう。なるほど。まあ、小泉さん、アルセはずいぶんテレビ慣れ、カメラ慣れしてるところもありますでしょうね。そうですね、アルセはですね、単にボクサーだけでなしにタレントでもあるんですよね、はい、メキシコにビッグブラザーズっていうそのスターがその生き残る番組がありましてね、はい、共同生活して一人ずつ消えていく一種のバトルロイヤルみたいな番組があるんですよ、はい、そこでずっと勝ち残ってそのもうメキシコでですねアルセの名前知らない人がいないっていうぐらい有名人ですね。そうなんだ、そうですね、テレビ番組でかなりの有名人になりました、チャンピオンのホルヘ・アルセ。まあ、手数も多いんですけど口数も多いですね。喋り出したら止まらないですよ。あ、そうなんですか、まあ、口八丁手八丁というチャンピオンのホルヘ・アルセ、今回がなんと、こちらも数えて8度目の防衛戦という非常にいろんな意味で数の多い選手です、ホルヘ・アルセ。体つき見てください、そのアルセの体の大きさ、ね、大きいですよ、がっちりしてますよね。今ライトフライなんですが、この上フライ級行っても十分に通用しそうな感じです。特に上半身の筋肉が発達してますね、ええ、今回が、まあ、前回元 WBO、チャンピオンという肩書き通り、WBO のタイトルを持っていました、そして今回が WBC、それも回を重ねて8度目の防衛戦。さあ、ロープに詰めます、挑戦者センテーノ。まあ、しかしですからそれだけの人気がありますから、このメキシコサイドとしましたらこのアルセ何としてもこう防衛を続けて、もっともっと繁栄、ボクシング自体が熱い国でありますが、その熱気をもっと煽ってほしいという期待のチャンピオンでもあるんですよね。そうですね、左ボディブローブロックしたか、もう一回軽く振っていきます。まあ、今の石田ラッパーボディ狙うところなんか、振り方一発一発しっかり打ちますね。メキシカンらしいという浜さんお話もありましたけども、その一つの特徴のやっぱりこのボディブローありますでしょうね。今の打ち方なんですね、角度を決めて一発で倒すような打ち方をしますからね、まあ、今まででもここ10年、はい、随分変わりましたけど、10年前までは軽量級は手数とスピードでしたからね、これがカルバハルないし、こういったアルセが出てきてやっぱり流れ変えてますよね。そうですね、軽量級本当にこう腰を据えてガンと打ち込む軽量のパワーヒッターといったらいいんでしょうか、そういう感じの選手がどんどん出てきています。左合わせました。まあ、軽量級でもボクシングにスリルがありますね。あ、そうですね、その通りですね。まあ、ヘビー級と同質とは言わないですけども、同じ適するような感じのね、迫力を感じさせます。 KO シーンがいつ出てくるかというそういう期待感もあります。右合わせました、挑戦者青のトランクスが挑戦者です、センテーノ。
まあ、先手のがこれだけ1回目から打ちに来てるんで、まあ、アルセは、まあ自分から攻めるんじゃなくて、はい、相手が打ってきたところを見ながら打ってますね。相手が止まったら今度は攻めに転じるでしょうね。なるほど。だいぶそうすると余裕を持って立ち上がってると、うん、そうですね、チャンピオン見ていいですか。ブロックをしっかりしてガードをしっかり固めながら今やってますよね、はい、第1ラウンド終了しました。 WBC 世界ライトフライ級のタイトルマッチをご覧いただいています。小泉さんお願いします。はい、ポイントはチャンピオンのアルセですね。はい、いつものように採点基準申し上げたいと思いますけど、いきましょう。まあ、第1に有効なクリーンヒットですね。第2に防戦、これは手数です。はい、3番目防御技術で、4番目がリーグジェネラルシップ、これは試合運びのうまさ、これは考慮してですね、1ラウンド1ラウンドをその優劣つけていくんですね。はい、これが採点傾向ですね。ダウン1であると10対8、ダウン2であると10対7、これが採点基準です。はい、アルセ対センテーノのタイトルマッチ、アルセチャンピオンにとりましたら8度目の防衛戦です。何しろ5年間負けがありません。17連勝中という、まあ、本当に安定政権になっています、ホルヘ・アルセ。今センテーノの右のロング、まあ、ちょっと浅かったんですけど決めましたけどね。はいはい、今までのアルセだったらそこでガーッと行くでしょうね、打たれると。その辺が成長ぶりと捉えたらいいんですか。まあ、成長なのか、まあ、余裕なのかですね。なるほど。まあ、ランキングも20位の選手ですし、小泉さん、ちょっとそういう心の余裕というのは今回持ってる。あーっと、おっと、くらついたか。右打ち下ろして左アッパー突き上げて、まあ体力、パンチ力、やっぱりパワー違いますね。あー、やっぱりね、見るからに一回り違いますもんね。そうですね。右ストレート打ちました。もともとアルセはこのクラスじゃきついですからね。はい、これはこの先手目もですね、はい、フライ級で戦ってた選手なんですけどね、それと比べてもアルセの体っていうのは大きいですね。そうですよね。これはライトフライ、つまりこの一つ上で先手のは戦っていました。まあ減量はきついはずですね。そうです。内田陸君、ボディとそして顔面の相打ちになりました。またボディ、本当にボディが多いですね。まあ左っ端のボディはしっかり打ってますね。これがだんだん効いてくるんでしょう。もうすでに効いてるかもしれません。頭をつけまして、ちょっと、これは狙ってますね。ナイスボディ、ちょっと隙が空くとすかさずいきますね。ダブルに行きました。ちょっと効いてきましたよ。あ、そうですか。効いてきましたよ。交代していきます。挑戦者ボディをしきりに打たれています。先手の場合には右のガードが低くなってきましたね。はいはい、右のボディを、隠してる、うん、そうですね。これはやっぱりもう明らかにおっしゃるように効いてる証拠なんですね。そうですね。アルセの左ラッパーボディを今守ろうとしてますね。そうすると顔面が開いてきますよね、今度はね。そういうことですね。上が多くなってきました。パンチ上の顔面への攻撃が増えてきています。ガードがつまり下に下がってるんでしょう。右打ちました。挑戦者至近距離勝負に出たか。ノアート左顎を捉えました。チャンピオンの左にパンチ。今なんか体入れ替えて、ロープ、詰まって体入れ替えて打つところなんか余裕あるんですね。今までは入れ替えなくて、今の感じですね。はいはい、入れ替えなくてまっすぐ押していきましたけどね。でいつものような怒ってるような怒ってるようなそういう顔つきでは戦ってないですよね。余裕ありますね。余裕あるんですねこれね、うん、今回はトラビエソやんちゃなというニックネーム通りのこう本当にもうガンガン喧嘩してるようなそういう表情で戦うことが多いチャンピオンなんですが、随分と余裕を感じさせます。第2ラウンド終了しています。まあ、このラウンドもアルセのですね有効打が多かったですね。はい、特に左アッパーのボディブローダブルのパンチなんかが有効だったですね。はい、まあ、挑戦者が岩石ロック岩というニックネームを持っています。これからがそのぐっと腰を押し付けたの、強さの見せ所かもしれません。立ち上がりです。先手の青のトランクスが挑戦者です。低く入っていきます。先手の押していきます。センテーノのボクシングはいい攻めはしてるんですけどね。はい、いい攻めは してるんですけどアルセのブロック硬いですね。アルセのディフェンスっていうのはどうなんですか。
テクニックとしては、まあ、今日はですね、はい、ディフェンスも考えながらしっかりやってますね。相手が打ってくるところを、まあ、相手が打ってくるところっていうのは攻撃しているところ、ある意味でガードが空いてるわけですからね、そこは打ちますけど、今日はですねやっぱ相手が打ってくるところは完全にブロックしてから打ちに行ってますね。非常に落ち着いた戦いっぷりを見せています。成長の後を見せるチャンピオンのホルヘ・アルセ。いや今日はいいボクシングしてます。そうですね、あの打たせずに打つっていうことでですね、相手のパンチをよくくぐってますよね、ダッキングも使ってますし、いつも以上に頭の中がすっきりクリアンなのかもしれません。いい感じで戦っています、挑戦者。しかし、どんどんと、ボディボディ序盤からもうワンツー、ボディにダメージを負って、いると見受けられます。ファン・センテーノで打ち終わってからガードへの返りが早いですね。そうですね、ディフェンスを考えながらボクシングしてるっていう感じがしますね。非常に滑らかですね、今日のチャンピオンアルセ。しかしロープに詰まっています。チャンピオン先手のなんとか立ち上がりで自分のペース掴み直したいところです。いや持っていきたいところです。先手の攻撃はいい攻撃はしてますけどね、やっぱりアルセのブロックが硬いからなかなか崩せないということですね。今この体ですから体自体の強さも持っていそうです。これヘアルセ、あちょっといつものこう喧嘩腰の表情になってきました。先手のボクシングも攻撃もいいですよ、これはすごい打ち合いになっていきそうです。発展しそうなこの中盤に入っていこうという第3ラウンド、アルセも、まあ、あの今ちょっと力入れてきましたね。はいはい、まあ、あの浜さん、これ先手のはいつもこうやってグイ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 戦ってるんですね。ボディ、ボディです。散々やられた後ボディまた来ました。レバーブロ、これは立てないんじゃないでしょうか。そうですね、のた打ちバウンスています。カウントが入っています。しかし勝負ありのようです。カウントアウトですか、途中で止めましたか。いずれにしても勝負あり。いやボディが浜さん、まあ、今のも強烈ですが、その前のダメージも合わさって、ね、1回目から打ってましたからね、それで今のはまともに入りましたね。入りましたね、まあ、ボディで決めはしたんですけど、今日の内容だと上でも決められましたね。あ、そうですか、いやしかし、この上戸がきついと言われていますチャンピオンのアルセ、その大きな体ごとのボディーブロー、これがかなり効いたようです。今回はなんて言いましょう、浜さん、いいボクシングでしたね。そうですね、今までみたいに強引に攻撃に行くと、それで打たれても打ち返すというボクシングじゃなくて、打たさずに打つと、ブロックしてそして攻撃に転じると、はい、身内からすると安心だったでしょうね。あ、そうでしょうね。今までは、まあ、強引さでそしてパンチ力で勝ったところありますけど、一発食うんじゃないかなという心配は常にありましたけどね、このボクシングされるとやっぱり手のも足も出ないという内容ですね。何が浜さん一番良かったですか、まあ、今日のボクシングですか。今日のボクシングやっぱり打たさないと、打たさない、これが一番良かったですね。そして、相手が打ってきたところは必ず守ってから、自分の、体を守ってから打ちに行きましたからね、はいはい、まあ、これは今日はいいところに出ましたけど、今までは打たれたところは必ず打ち返すと、危ない状態でも打ち返すところありましたからね、まあ、安心して見れた試合ですね。小泉さん、どうなんですか、ウエイトのことがよく言われていますが、この防衛を続けていくんでしょうか。いや、この8度目の防衛を最後にして、はい、このライトフライ級のタイトルを返上して、フライ級へ上がるらしいですね。ああ、やっぱりそうなんですか、今後の展開もますます注目されるホルヘ・アルセであります。さあ、どうやらクラスは上のクラスに行くようであります。アルセが圧倒的な強さを見せつけて3ラウンド TKO 勝ちを収めました。